はい、皆さんご無沙汰しております、動画ちょっと久しぶりのなんと、10ヶ月ぶりということで投稿を撮っていこうかなと思います。ここの店に来てもうちょうど10ヶ月になるんですけど、オープンしてから、コロナでねちょっと大変な時期になりまして、でまあ今回もまだちょうど今第3波中がもう一気にちょっと吹き上げてるような感じなんですけど、そんな中でねちょっと今日は家でもねちょっと簡単に作れる料理を、作っていこうと思うんですけどまずねこの今日はこの豚バラをちょっと買ってみました。はい、豚バラ大根を簡単にちょっと作っていこうかなと思います。はい、それでは、はいはい、今日使う材料になります。大根、土生姜、あと豚バラですね。こちらの豚バラ、卵、唐辛子、あとみりん、濃い口醤油、料理酒、砂糖ですね。こちらを使って豚バラ大根を作っていきたいと思います。ゆで卵にしますのでゆで卵を作ってください。大根をね切っていきたいと思います。皮はねちょっと分厚めで切ります。こんな感じでね、分厚めで切っていきます。むけたらですね、今回はイチョウでねちょっと切っていきたいと思います。イチョウ切りで、はい、分厚めのこれぐらいでね、これぐらいで切っていく。豚バラですね、はい、あと4等分ぐらいですね。これぐらいでねちょっと切っていこうと思います。あと土生姜ですね、これはもうサイズでなんでね、この状態で、はい、初めに仕込んでいきます。この大根とね豚バラを同時に沸かしていきます。生姜はね後の方で入れるので、はい、はい、大根とね豚バラをこのように入れてですね、火をつけて、これは普通に、水からでもね、大根がねちゃんと中まで、火が通る状態まで、このまま茹でていきます。はい、ゆで卵をね完成しましたので、こちら皮をむいていきたいと思います。まあ熱いうちか、もしくは卵の方がむけました。卵はね、もしこうサンドイッチとかねされるときはね、このまま水につけた状態に、まあ、30分ぐらいしてるとですね、卵臭さが なくなるので、サンドイッチとかそのまま使うときはこのように一度水の中につけた状態に、皮を剥いてからねつけた状態にしてください。今日は必要ないので普通にザルにね揚げていきたいと思います。まだまだねちょっと硬そうなのでね、しっかりスーッと竹串が入るような状態まで、茹でてください。はい、そしたらね大根の方がスーッと竹串が入る状態になりましたので、こちらで一度揚げたいと思います。はい、ザルにね揚げて一度ちょっと軽く水で、余分なサクをねちょっと洗い流してやってください。はい、で先ほどのね鍋の方にこのまま移し、そしてねここから調味料をねちょっと入れていきたいと思います。完全に野菜がね沈むぐらいまで入れていきます。8対11の割合で作っていきたいと思います。これはこれはボウルに入っているのは水ですので、まあ、1杯、これは8杯、
水菜菜に対して料理酒をね1あとはみりん1砂糖はね、もうこれに半分 なんで、まあ、ここから入れてるので、まあ、この辺に、まあ、これぐらいですね、半量。唐辛子はね、味を締めるために入れるので軽くこれぐらい、はい、まあ、これぐらいですね、だいたいひたひたになるぐらい、ひたひたになるぐらいな量で、はい、これが約半量になるまで、これから煮込んでいきます。あと、まあ、だしをねちょっと今日は水から作ってるのでね、こちらの、業務用だし、あといりこをねちょっと、この中に入れていくんですけど、を作っていきたいと思います。まずいりこ、これぐらい、これをもうぐちゃぐちゃにね、ちょっとぐちゃぐちゃにしてですね、味がしっかり出るようにね、このようにぐちゃぐちゃになったら止めていきます。でここでキュッとね、こうして、以前前の動画にもねこれこのやり方を載せてるんで、こうなってところを今度裏にして、ここでキュッと締めて、これでまずいりこです。なければ別に顆粒のね和風だしとかああいうのを使えばいいと思うんですけど、あとはもうこの中にこのように入れていけば、ありましたので、火をね弱めにしてですね、こちらここから、この液体がね半量になるまで、やっていきたいと思います。落とし蓋がなければね、こちらを真ん中穴開けて、この状態で、煮込んでいこうと思います。はい、これ蓋ではダメなんで、ね、蓋ではもう蒸発しないので必ず、落とし蓋もしくは、なければ銀ホイル、このようにして、煮込んでいってください。卵をちょっとね入れるの忘れてたんでね、卵も一緒にこの状態で落とし蓋、はい、火加減的にはねこれちょっとグツグツ中火ぐらいでね、こちらこれぐらいで、はい、液体もね半量ぐらいになりましたので、こちらで完成になります。はい、出来上がりました。このようにねこういう容器に入れてですね、保存しておいてもらっても大体1週間ぐらいは持ちますので、ぜひ、ご家庭でもね作ってみてはいかがでしょうか。それではまた、次回。